出没アドミチック天国。はい、さて、今日はですね、2013年4月の18日木曜日です。アドミチ隊、思いがけない場所に来てみました。一昨日前に急遽予定を組み込みましてね、強引に、桜満開情報を手に入れたので、飛び込んできました。2013年の桜巡り、大詰めに近づいております。こちらです。宮城県ですね、大河原町。トラックの運転手を私バンゾンやってた時代は、4号線でですね、かなり、走り尽くした、場所でもありますけれど、そうですね、ここ、白石川の河川敷ですけれども、一目千本桜と言うんだそうです。ここから大河原からですね、駅でいうと1個手前の駅になりますけれども、東北本線、船岡駅というところまでの、白石川の河川敷に なんと1200本もの、桜が、両岸にわたってずっと、咲きまくってるというわけでして、そして4月の中旬、今が、まさに、超満開。超満開は超八海に似てるね。似てませんね。そんな感じで、今平日ですが、こんな感じで、上野に比べればそんなことでもないですけども、平日にもかかわらずこれだけたくさんの人が、来ている。そして出店もいっぱい出ているわけであります。今まだこの河川敷のところをテロテロと歩いているので、桜は全く接近してない、土手の上の方にあるわけです。屋形船をね、13時からチャーターしたわけで、チャーターじゃねえな、リザーブか、したので、それまでの時間は歩いてみて、後でまた、船から動画というわけでやってみない。ドブロクバーがあります。ドブロクバー、さすが東北だね。ドブロクって俺飲まねえからな。飲んだら多分ぶっ倒れますよね。はあ。でその隣はもち豚缶。ドブロクバーが一列に並ぶのそんなに俺は、いいかな、美味しいのかな。多分倒れるんじゃないでしょうか。船とか乗れないんじゃないですか。でもなんか船酔っ払ってる人は乗っちゃダメって言ってたよ。だから乗れないんじゃないですか。乗りません。乗らないの。いや違う、飲みませんか。そう、もうリザーブしたんだっていう話です。もう、いや選ばないよね。トイレだね。しかしあれですね、今日は賑わいもよく、屋形船もですね、1時間先全部、予約でいっぱいだったと。あ、でもお父さんが言ってましたけど、今日は人が少ないのに屋形船だけが異常に満席だと言ってました。へー、そうなんだ。人少ないそうです。寒いからやっぱり歩きたくはないんじゃないのかな。道の上の方が寒いかも。そうなんですよ。そこなんですよ。人間ってさ、屋根があるからさと思うと、それでもう温まると思ってるんじゃないのかな。とりあえずまずは両岸に出てみる。12時50分までに戻れる範囲で歩いてみようという魂胆。動画はそこまでは撮れないけど、とりあえず桜に接近した状態っていうのも行ってみたいですよね。上に上がりますか。上に上がったり、端から撮ってみたり、顔を上げから撮ってみたりね。2、3時間必要になる。ちょっと大変だね、ここ。
からもなかなか。そして車もすごいですね。さっきガードマンさんがもうブチ切れ寸前でしたけどね。はい、土手の上に上がってみた。これは完全歩道の橋なんだね。そうなんじゃない？まあチャリもいるけど、この時期以外で役に立たないまあ、いや、住民には役に立つでしょう。住民のことを考えたまえ。はい、ここで立ち止まっちゃうと動画の役割がいまいち失せるシステム。いや、桜の中を歩きたくないかななどとわがままを言う。そうですね、満開は過ぎてちょっともう散り始めですね。しかし今日は、当初の予報では、朝からもう雨だのなんだのと言われて、非常にがっかり気味だったのですが、なんとか天気は持ちこたえて助かった。かろうじて現在、お昼ですけど曇りということで、なんとかかんとか、寒いですけどね、大丈夫です。さあさあ行こう。真面目に、調べて語る一目千本桜のウィキペディア行ってみよう。まずなぜ一目かというと、何だと思いますか？一目で千本あるとかかるくらいすごいから。親切です。しかしですね、理由は知らない。今日はそうかもしれないですね。そうですよ、合ってると思いますよ。ちなみに、誰がこの桜を植えたか知ってますか？一目五郎さん。おーと、まさにこれは親切。今一目でっていう、一目だと言ったにもかかわらず一目さんと言ってしまったというこのアシスタント大AIさんのもう突飛すぎる発想力。いやー、もうただものじゃないですよね。最近の大AIさんのこの突飛すぎるこう答えはすごいです。もうちなみに大河原出身の、高山海次郎さんという方が、知ってますか？知らねえよ。すいません、知らねえけど、大河原町出身の実業家です。高山海次郎さんという人がこの桜を寄贈したんですよ。1923年、大正12年にまず苗木を700本、その後1927年昭和2年に苗木500本、合わせて1200本、このおっさんが全部植えた。すごい。植えた金を出したんだよ。白石川の大河原から船岡までの間約8キロの両岸に渡って、ずっと桜を植えたんですよ、高山さんが。偉いね。一目さんじゃなかったということで、残念ながら大江さん惜しくも外れ。あ、船。もう戻ってんだ。まあそりゃそうだよね。後で乗ってみます。船レポート初ですね。という感じです。ワンコです。はい。葉も出ているけど、この圧倒的な数ですか、やはり。どうですか、お AI さん。なんとか間に合ってよかったよ。はい、
もうほんと予定せずいきなり見つけた場所なわけでして、日本には思いがけずいろんな場所があるんですね。はい、ちなみに本当だったらこの日我々アドミチ隊はですね、米沢上杉神社の桜を見に行こうかなどと予定しとったわけですが、この寒さで米沢は桜なんか咲いてもいないと、こんなありさまで、まあ雪がちらついてる米沢も別に悪くはないですけども、わざわざ行くことはないだろうと、まあ、いうことで必死のプランニング変更を、しまして、急遽、満開情報を探ったところ、まあ、ここにぶち当たったというわけですね。いや知らなかったがこんなにすごいとは思いませんでしたね。鶴ヶ城が満開ではなかっただけに、ここで元は取れたかね。元を取りましょう。はい、ではとりあえず、宮城県大河原の人目さんが作ったではない、一目でわかる千本桜の一目千本桜から終わりにしようと思ったけど今終わらせられなかった。人がいるところとかだとなかなか終わらせられないんですよね。はい、ではこの辺で終わりにしましょうかね。はい、アドさんの帽子はどっかにすっ飛びそうだけれど、はい、これででは一旦終わりにします。じゃあ